クワタバンドはサザンオールスターズのクワタケスケを中心にして結成された日本のロックバンド。レコード会社はサザンの専用レーベルである大したレーベル。1985年までサザンとして活動していたクワタがいつかデタラメなロックをやってみたい。という思いと原優子が3級に入ることが結成動機となり、1986年に一年限定で 活動した。1987年12月24日に放送された日本テレビ系列音楽番組メリークリスマスショー内で一度限りの再結成を果たしている。メンバー及び担当楽器は公式サイトに従う。当時送電は日本人、中国人、韓国人のロックもいずれ近いうちにすべて英語になるだろうと本気で思っていたことから アルバム、日本のロックバンドの曲はすべて英語詞で書かれるなど、当初から日本のロックへの問題点を投げかける姿勢が強く見られた。また当時、桑田は俺たちもいずれは海を渡っていくと、海外進出も視野に入れた発言をしていた。一方で、活動期間中に発表された4作のシングルは、サザンの流れを組む日本語と英語を織り交ぜたものだった。 1986年1月に、桑田圭介が、同じサザンのメンバーである、松田博士など、他のミュージシャンに声をかけて結成した。そこからレコーディングを始め、4月5日にデビューシングル、BANBANBAN を発売。オリコンでは13週連続トップ20入り、ロングヒットを記録。ザベストンでもこの年の年間1位を記録した。その後、 7月5日に2シングルシングルメリークリスマスインサマー3枚目シングルスキップビートを同時発売した7月14日には1枚目アルバム日本のロックバンドが発売され7月18日からはライブツアーロックコンサートスタートした11月5日に4枚目シングルとなるワンデー発売12月5日には7月から始まったライブを 収録したアルバムロックコンサート発売12月24日にクワタがプロデュースした日本テレビ系列の番組メリークリスマスショーに出演者サウンドプロデューサーとして参加した1987年1月10日に映像化した作品ワンデークワータバンドロックコンサート発売その後解散コンサートツアークワタバンドファイナル僕ら 1987を行った後に解散したが、12月24日に、前年に引き続き番組、メリークリスマスショーへの参加のために一時的に再結成している。2016年2月26日に、桑田の歓暦を機に、桑田バンドの全曲の配信が解禁され、2019年12月20日には、ストリーミング配信も開始した。ありがとうございます。